挑むとはいい度胸デッキ作ろう。あ、これ強スピードボード ATB10 のスペーサー3、これならいける。ウェッジに勝てる。よし、これでいってみよう。ちょっとコスト軽めにしてる。多分いけるっしょ。何を出してくれます？出してこないなら先出すぞ。防御キャラ、あ、マテリアがないんだ。見てなかったこれ。なるほど、そういうことか。ただその代わり ATB ゲージ増しましたから、割と戦略を練ってからユニットを配置することはできそうだけど。アタッカーが配置された。こっちは二人がかりでなんとかなるでしょう。ディフェンダーが現れたか。はい、結構一進一退だな。こいつ配置しよう。これ敵のアタッカーか。ディフェンダーが今配置できない。カッターマシン置こう。もうちょっと ATB 貯めて。はい、全然進めないなこれ。ただ前の時よりかは割と優勢気味でいけてるとは思う。というかこっちの鳥はだいぶダメージ与えてるな。いいよ。ディフェンダーが生まれたからこうだ。あ、バイオみたいの使われてんな。ここに配置。よし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 。中央まで押し返されたか。やばい、ヘリが来てる。やばい、飛んでるやつが多い。あー、コストが足りん。ちょっとあかんです。スイーパー廃止。ちょっとやばいな。空中兵、なんだ今リジェネって一瞬映ったぞ。あ、でも押せてる押せてる。よし、アタッカーを配置したいな。 OK、 カッターマシン勝ったか。これサドンデス、あ、どうなりゃいいんだこれ。わからんけども、あー、頑張れ頑張れ。数の暴力だ。スイーパー置きたいな。スイーパー配置。ちょっと待って、一人なんか来てるぞ。
雑魚配置で。こいつはアタッカーだからディフェンスが今配置できないな。やったー、よしなんとか負けちゃった。君強いっすね。当然、ほら猫ちゃんに慰めてもらったら。くー、猫ちゃんあとはよろしく。お、あー、ランク4。もうみんな倒したよな。今度みんなで作ろうぜ。コンドルチャンプはガセネタ？どこだ？豪華マテリア！これチャドリーでしょ。チャドリーだ。うわ、あいつ性格的に強そう。チャドリーを倒せば今度こそコンドルチャンプってことでいいのかな？コイン溜まったから買おう。ユニット。変えるの、あ、まだいろいろあるんだ。軍用ヘリ強かったよな。これ買おう。はいはい、よーし、やるぞチャドリー。ユフィーさん、コンドルフォートでの対戦履歴を確認しました。ここぞという場面での果敢な決断、不利な状況でも諦めない不屈の精神、ユフィーさんはまさに理想のプレイヤーです。データ収集のためぜひ僕とコンドルフォートで対戦してもらえませんか？別にいいけど。やるやるですね。強そう。ん？あれ、 ATB ゲージは随分少ないか。少ないけど、なるほど、ランク5までのキャラクターを固めて速攻タイプかな。どうしようかな。今ウェッジからもらったのってこれか。いや、スピードボード気に入ったからこれ使っていこう。数の暴力だ。で、アタッカーが2人。ちょっとこの辺いろいろ編成しよう。よし、軍用ヘリもぶち込んだんでこれでいこう。アタッカー配置、ヘリゴーディフェンダー配置、はい、ヘリ強アタッカー配置ね。ヘリが結構活躍してくれるかもしんないな。いいよいいよ、アタッカー配置、はい、ディフェンダーが今配置できないな。相手のディフェンダーか。スイーパー配置。あれ、ウェッジより、もしかして、もしかして、もしかして、ウェッジより、あれ大丈夫ですか、チャドリーさん。自分めっちゃ押してますけど、チャドリーさん。適当なユニット置く余裕ぐらいありますけど。また建物入ってきた。あ、ヘリ硬すぎんこいつ最強だが。こいつアタッカーか。右側にもヘリ展開させちゃおうとはい、生物の戦いではなくなってきたな。あ、ヘリ落ちた。
待て、アタッカー今配置できないな。あ、ちょっと攻められる。空中兵、こっちは多分ヘリでなんとかなると思うな。よし、 OK。 ATB を貯めてスイーパーを配置したいな。あんまたまんないな。こっちにし、こっちにしよう。OK。 ずいぶん中央に固めてきてんな。ディフェンダーが多いからスイーパー配置。あ、アタッカーがちょっと来てるな、こっちに。これは勝ったっしょ、判定勝ちでしょ。マテリアがなくたってなんとかなるな。あれ、サゴンデス1体でもまず倒さないとダメ。ああ、秒で終わった。1万ギル。お見事です、ユフィさん。ついに僕の仮説が証明されました。仮説？証明？はい、ウータイの堕落作戦に対抗するための仮説を検証していました。賞金をかけることで意図的かつ急速的にこの町にコンドルフォートを浸透させ。ああ、もういいから。失礼しました。結論としては、賞金とマテリアはユフィさんのものということです。マテリアってことはチャドリーがコンドルジャンプ？しっしっし、見たか、ミッドガル死んだ。ユフィちゃんの完全勝利。ユフィさんならどこでもどんな時でもたくましく生き抜くことができますよ。また新しい仮説を思いついた時にはご協力をお願いしますね。やるやるで。やるやる。あ、コンドルジャンプ、あ、これでクリアなんだ。アジト差し押さえされてもセーフだった。で、もらったマテリアってさ、これだよね。すげーって感じのマテリアではないな。戦ってりゃ勝手にマテリアは成長していくからね。レベル5コンドルフォートはいないのかな。まあ、クリア後に出るとかありそうだな。金が貯まったんで装備買っちゃおう。ここちょっと装備品前に眺めたんだけど、この辺欲しい。ちょっと装備いじります。ユフィは今これで攻撃力を上げてるから、ソノンに上げちゃう。あんまり買い物しなくていいな。武器は売ってないみたいだし。じゃあ、コイン余っててもあれだから買っちゃうか。あ、チャンピオンボード、へえ。これまだまだこの要素はありそう。コイン貯めとこう。じゃあジョニー、さあメインだよ、こっから。こっから多分本格的なメインだよ。駅行こう。駅駅、そうか。じゃあ GJ は独断ではあったかもしんないけど、シンラビル探索用の ID も手に入れちゃいましたと。先輩、
やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。コンドルもやりたい放題やったから OK。 よし、じゃあ行きますか。現在、鉄道は5番マゴーラの事故を受け、本数を減らして運行しております。また、5番アイスラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく上は行けない。無理しても乗った方がいいぞ。いらっしゃい。慌ただしくてごめんね。突入！ふっ気持ち悪い。酔うのか？立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィンの乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィンって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。冷戦の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。私は妹じゃない。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや、中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。先は地下兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。
ん、ウータイも補足よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるなんて。ウータイ人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いて、サナ。落ち着こう。私たち何しに来た？先輩、すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアンの子まで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。